はい、ムツでーす。よろしくお願いします。そしたら、まさかの、続きということで、最後の最後、視線流しが、出てきたので、多分これ最後じゃないのかな？だと思うので、始めたいと思います。はい、スタート。楽しみだな。視線、お？なになに？とある田舎の穏やかな川沿い。いきなり最高ですよ。いいですよ。一番右のやつは、誰かな、一体。かねての計画を、練り行おうと、楽しそうに語らう男女4人が集まっていた。はい。彼らは、付近の高校生。今日のこの日のために打ち合わせをしてきた。さあ、始めよう。みんなあずさに言われた通り用意してきたか？ケンタロウ？ケンああ、タバッロウチリさだん。ぜ。俺はまじないの類はあんま信じねえけどよ。こうやって4人揃うのが残り少ないって思うとさ。ちょっとトッシー、二度と会えないみたいな言い方やめてよ。せっかく嫁がみんなの思い出とこれからを大切にしましょうって考えてくれたんだから。まあまあ、ラン落ち着いて。メンズ諸君にはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、そういう思い出の方が案外忘れないものよ。何をやってんのかわかんないけど。私は嫁と転校先でもラブラブ生活だけどな。転校？いいな。セントクルスって名門女子校だよな。そう、はいそうだよ。見直すといいぞ。あずさはともかく、ランまでミッション系お嬢様学校ってのがどうにもな。幼稚園の方が違和感ないぜ。マリア様じゃなくてマニア様の方が見てそうだ。うまい。顔見せてくれないかな。背の高い少女は慣れた、作業で髪を、跳ねさせ、元気に騒ぐ少女の口を押さえ込む。もうおかしいな、こいつ、ずーっと。気絶。年久と健太郎は転校先決まっているの？学校が何かしら廃校らしき感じになったのかな。俺は立ちまで通えないし、家を継ぐんじゃね。まあ、進学か就職か決心するいいきっかけだってさ。いきなり4人とも転校という話はおかしいもんね。将来のことを考えて。すごいね、年久は。あ、うん。この村に残るのは俺だけか。村。ちょっみとつ情も報いがな足くらなないるのか。な。やっぱ寂しいぜ。年久、俺もいる。そうなの？お前、白檀への転校が決まったって噂聞いたぜ。白檀って言ったらあの学校か。いや、それはやめたんだ。この村を離れたくなくてな。あ、いや、別に村を出て都会へ行くのが悪いじゃなくての感情なんだけど。私だって、
本当は都会になんて行きたくなかったわ。みんなとの思い出が詰まったこの村は何者にも変えがたい。村というだけの情報しかないな。そうだぜ、どこにいたって俺たちは繋がってんだ。そしたら生徒はこの4人だけという可能性があるな。絶対このおまじない。みんな持ってきた布を出して。ほら、まあ今回は外だし、持ってるのなんか布っぽいし大丈夫でしょう。もうランは相変わらずおかしい。うっとりして気絶って、ほんとランって暑さのこと好きなんだな。なんだその両手ピース。ランが起きたら始めようか。あずさ、やり方の説明を頼むよ。はい、説明お願いします。ちょっと分かんないんで。高校2年の夏直前、突如聞かされた菅谷高等学校廃校のニュース、うん、廃校か。生徒の数が少ない田舎の学校にはよくある話だ。あしかし降って湧いたような突然の別れに納得がいくわけがない。んー、じゃあ村って言ってたから、うん、やっぱ4人しかいなかったのか、生徒は。軽くてノリのいい友達後藤俊久も今まで見たことがないような悔しさと諦めの入り混じった表情を見せていた。この夏が終わる頃にはもうみんな別の場所へ行ってしまう。一緒に過ごした大切なこの場所を、絆を心から大切にしたいと願った。そんな中、幼馴染で4人のまとめ役でもある高井あずさの提案により、生涯譜の約束というものを行うことにした。生涯譜？何ですかそれは。横島な感情、そして悪い運気をすべて布に込めて流してしまおう。おー、へえ。一部の女子の間では割と流行ってたらしいが、俺も年久も今一つ実感が湧かなかった。まあ男子はね、まあ、女子はまじないすぎだからね。そんな時、とびきりにぎやかな小林蘭が目を覚ました。あずさを嫁と呼んで、いつもそばを離れない。もうそうかですね。この二人、どちらかといえば夫婦というよりは母と娘だ。素直に行動できる蘭の性格を時々羨ましく思うこともある。ほう。さ、布を一つにつないで。ちゃんと名前書いてきたわね。さっはー、嫁といつまでもいられるように大きく書いた。あまりはっきり言うと効果が薄れるって言うわよ。おまじないね。でもさ、でもさ、私知ってるの。幸せの幸子さんっていうこれとそっくりのおまじないがあるの。もうそれ出たか。あっちは友達が離れ離れにならないようにするってのに特化したおまじないだけど、こっちはそれだけじゃなくて、こっちの方がバージョンアップ。悪いもんを全部流すんだろ。一緒に俺たちの名前も流すのって変じゃねえか。どうなんだろう。祈りを乗せた生涯符が悪いものを流してくれるから、川も浄化されてきれいになるということかもしれないな。そうなのかな、わかんないけど。その中心部でもそう言われたら、そういうの感じもすることもない。うわ、服の光もびっくりだ。どっちだろうな。さあみんな、せーので川に流すわよ。はい、わかりました。私たち、いつまでも。お、いつまでも一緒だ。せーの。せーの。 May your friendship last point。 どうしたどうしたどうした、わかんない。なんで言ったの、日本語で。川の水は緩やかに流れる。俺たちもこんな風に生きられたら、きっと。
はい、わかんないですけど、すごい長かったですね。なにこれ、夢？ EX。視線流し。岸沼くん、私怖いよ。みんなどこに行ったの？持田くん、私を助けて。絶対に諦めるなんていつもみたいに元気つけてよ。守りたいやつが目の前で苦しんでる。でも、改めて呼ぶ名前は俺のものじゃない。これ、YOSHIKI ね。YOSHIKI 目線。こんな時、俺は、岸沼 YOSHIKI は自分の無力さを思い知らされる。いや、こいつは頑張ってるよ。内田君、私はここよ。篠崎あゆみはここにいるわ。分かったから、サトシにもきっと会えるって。どうしてそんなことが分かるの？めっちゃ怒ってきたやん。いや、なんとなくだよ。いや、でもこいつ、いいと思うけどな。男らしいよ。いい加減なこと言わないで。もうすぐ怒った。だが実はさっきから篠崎の様子がおかしい。そうですか、いつもと変わんないですけど。こいつはきつい物言いが多いが、心の底では誰に対しても思いやりを持っている人間なんだ。よく見てますね。こんな俺にすら。それがこの1時間ぐらい前から完全に消えてしまっていた。怖い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 。完全に憑依されてるよ。おかしくね？女子がこんな獣みたいなうめき声はしない、出せないよ、そんな。またか。おい、大丈夫か。何またっしって。かりしろよ、篠崎。あんたじゃない！町田君を呼べ！次の方どうぞ。何それ、次の方でどうだよ。どういうこと？何言ってっかわかんねえよ。もう初っ端から怖いな。もうヘッドホンで聞いてるから、もう両耳が恐怖でしかない。悲しみから、じゃあ苦しみからの、離脱、すべてを投げ出してしまいたくなる。こいつを守れるのは、サトシだけで、俺には無理なのかもしれない。どうだろう。俺にはもう、ああ、もう心は折れてる。何？誰？さっきの声誰？おっと。何ですか？いきなり右耳だけで喋んないで。何？悪魔退散みたいな感じ？悪霊され？そこにいた、変わった制服の女子が首にかかったチェーンクロスを掲げると、篠崎の胸から赤い光の玉が飛び出して、空中で燃え尽きた。やっぱり憑依されてたじゃん、これ。おめでとうございます。悪霊され。悪霊ペ。みたいな感じでしょう。はい、正気に戻りましたか？大丈夫か？危ないところだったわ。この辺りはいつの間にか心の中に潜り込むたちの悪い悪霊が多いの。まあそうだと思いました。悪霊が？
それで篠崎の様子が。よくわからないけど、助けてくれたの？はい、そうですよ。助けてくれたんですよ。助けましたよ。あなたもここに迷い込んだ？迷い込んだというか、飛ばされてきたというか、おそらくあなたたちと同じよ。飛ばされた。ああ、飛ばされたね。うん、そう、OK、OK。そうなのか。俺たちは、幸せの幸子さんってまじないで、ここに飛ばされて。え、一緒じゃないの？幸子さん？おまじない？似たようなやつが全国にあるってことね。ああ、違うルートでも来れるということか。恐ろしいな。自己紹介がまだだったわね。はい。私は高井あずさ、セントクルス女学院の2年生。はい。ああ、同学年なんですね。私は如月学園の篠崎あゆみ、こっちはクラスメートの。クラスメートで言いやがった。岸沼良樹だ。いきなり情けないとこ見せちまったな。すまね。岸沼？あなた、彼女のナイトならちゃんとお守りしなきゃ恥だよ。騎士って名字に名前負けしてるわ。え？な、何言ってんだよ。言ってやれ言ってやれ。そのつもりだ。そうそうそう。岸辺の岸に沼地の沼で岸沼だ。ナイトなんて恥ずかしい呼び方やめろ。でもかっこいいよ。ちょっと、やっとと会えたのに、余計なことで争わないで。また取り憑かれてる？だと？大丈夫？はいはいはい、喧嘩しないの。あ、ごめんなさい。高井さんって、こんなとこでもしっかりしてますね。すごいです。どうだろう、そのいきなり、まあ5分も経ってないのに、そんなすごいって言える？言えないよ。同学年なんだから敬語はいらないわ。私のこともあーちゃんとか気軽に呼んでね。あ、だからなんかあーちゃんとか言ってたんだ。うん、よろしくね、あーちゃん。歴史のは女ってのはすぐ慣れ合うよな。俺は適当に呼ばせてもらうぜ。なんで呼ぶ？いいわよ。よろしく、あゆみちゃんにナイトくん。はあ？だからその呼び方やめろって言ってんだろ。いや、俺的にかっこいいと思うよ、ナイト。何言ってんのよ。さっき言いそうになってたじゃない。彼女を守るナイトになりたいんでしょ。あゆみ聞いてた？あゆみちゃんのこと好きなのはマリア様じゃなくてもすぐお見通し。あの右耳がいきなり幸せになりました。ありがとうございます。この女やりづれ。まあそれは置いといて。まあ、後から見ればもうバレバレってことだね。でもそれに気づかないあゆみっておかしくね。だって岸沼くんとすぐ仲良しになれる女の子なんてかなりレアじゃない。とってもいい感じだわ。お似合いよ。え、ズガーン。ショック。もう鈍感通り過ごしてもう病気だよ。じゃあ愛しの子は相当な天然さ。あー、天然って天然か。ところで、あーちゃんのそれ十字架のやつかわいい。何、どこにあるの？さっき買わせてたやつ。ありがとう。でも未だに驚いているわ。霊を鎮める力があるなんてね。どういうこと？なんで使ってるから、使ってたから使ったんじゃないの？そうなのか。
俺はてっきり女子高生霊能探偵みたいなノリでやり慣れたことだとばかり。探偵はわかんないけど、俺もやり慣れた感じかなと思ってたよ。魔法とかおまじないの類と一緒で、こういう力は信じるっていう思いの強さが重要なのかもね。あら、あゆみちゃんの持ってるのはろうそくですけど。大にすごいことはできないけど、一応ゴフと聖水は持ち歩いているの。あれ、ろうそくは？ゴフと聖水ってそんなに出てないよね。ゴフなんてそんなに出てないよね。聖水なんて数回だよ。ろうそく先輩出してよ。一番最初にろうそくでしょ。それですぐに襲われなかったのかも。それですぐには結局襲われてるからね。はあ？さっき霊に取り憑かれていたろ。役に立ってんのかよ。本当に。俺も思う。もう、ナイト君。こういう時にこそ、この私が全てを守る盾になりましょう。とか、気の利いたこと言えないの？西洋の騎士ですか？西洋の人。言えるか。それによ。すでに守れなかったわけだし。だってね、それはしゃあないと思うの。これからちゃんとナイト君があゆみちゃんを守るの。絶対に諦めちゃダメなんだから。いや、諦めてないよ。諦めない。そうよ、持田君もそう言ってたじゃない。え？いないやつの名前出すなよ。持田君っていうクラスメートの男の子で、いつもはぼんやりしてるけど、幼少期もまだクラスメートで言ってる。でも頼りがいがあって素敵なのよ。全然なんか温度が違うよ。ね、岸沼君。なんで答える？ああ、またサトシかよ。聞こえたろ今。あゆみ今聞こえたろ。ライバルまで兄弟なのね。ハートマークの後にハートマークってどういうこと？あーちゃんたちもおまじない失敗したの？ああ、まあそこ聞きたいですね。まさか、きちんと完璧に成功したわよ。私のやることだよ。いや、わかんないわかんない。そんな私がやることだよって、そこまで完璧にできるなら、その説明してほしい。で、なぜここにいる？いやいやいや、騙されちゃダメだよ。なぜここにいる？そのせいでこんなところに閉じ込められてちゃ、はめられたとしか言いようがないけどな。うまいね。得意げに完璧賞をアピールする。あずさを見ると、軽く突っ込んでやりたくなる。名前忘れてしまうな。それにしても不気味なところね。え？気持ち悪いったらないわ。まさかのスルー、嘘でしょ。なんでここに来たの？はい。完璧に来たってこと？この学校の至るところに、その、遺体があって。ああ、そうですね。これだけたくさん転がってりゃ、嫌でも見慣れてくるさ。見慣れたくねー。俺たち以外で生きてる奴に会えて少し安心したぜ。先生は？二人でずっと不安だったもの。ここどこぐらいまで来てんのかな。どうした？何が分かった？で、何が起きた？その遺体の近くにいつも遺留品っていうのかしら。あ、そうですね。何かを必ず発見するの。はい。壁に何か書いてあったり、紙切れが落ちてたり、大抵がメッセージの類だな。はい、そうですね。心に閉じ込められたんだから、不安で苦しくて辛かったんだよね。私もいくつか見つけたわ。
これなんだけど。あ、見せてください。なん、ん？あずさが持っていたのは小さな手帳だった。この手帳でもまさか。手に取った篠崎がページをめくると、持ち主の名前が書いてある。ナホでしょう。ナホしかいねえもんな。学生証？全然違う。手帳って言ったから。一緒に飛ばされた友達のものよ。あー、リンのやつか。あるってことはまさか。うん、持ち主の亡骸は近くになかったの。だからって生きてることが分かったわけじゃないけれど。そんなにすぐ？みんな必ずこの学校のどこかにいるって私は信じているわ。でみんなそんな生徒証持つ？そうか。早く会えるといいな。ちゃんとした学校なんだ。篠崎、どうした？おい、どうしました篠崎、あゆみ。出た、また発作。あ、その、あの、あゆみさん、あゆみさんじゃないや、あずささん、あの、その、十字架もう一回お願いします。あゆみちゃん、十字架、十字架、また発作ができたんですよ。発作を抑える十字架お願いします。篠崎、大丈夫か？あゆみちゃん、ごめんなさい。あ、収まった。もう平気。この学生証を持った時に息が上がって、それで。え、どういうこと？学生証持っただけでどういうことよ。見えたの？見えた。学生証持っただけで見えた。何が見えた？どういうことだ篠崎。どういうことですか？説明して。まさか。え、制服のジッパーを、え、不意に下げ、胸元を広げるあずさ。はい、見せてください。はい、ありがとうございます。その真ん中の十字が眩しいな。胸の谷間に、粘土画に押し込まれていた銀の十字架を取り出した。よしき、どうした？やっぱりあゆみちゃん、あなたの霊力かなりのものよ。そうなんだ。思わず伏せていた顔を恐る恐る見上げる。十字架が光ってる？光ってますね。篠崎、聞かれてますけど、何か？あーちゃん、多分私、今あーちゃんと同じことを考えてる。え？わかんないけど、何？そうね、これは。これは？わかんない、わかんない。残留思念洞察能力、サイコメトリー。え？いや、ヨシキと同じ反応。残留思念粘土化メロディー。ナホさんのサイトに載っていたわ。死者生者問わず、心ある者の思念は強力なエネルギーを放っている。はい、説明ありがとう。その思いが強ければ強いほど、触れていたものや空間そのものに染み込んで残っていることが多いの。その思念を読み取る能力をサイコメトリーと呼ぶんだけれど。ああ。なぜあゆみちゃんが今それに覚醒したのかしらね。え、わかんない。感受性が強いから、一時的なものなのかもしれないわね。ああ、なるほど。ずっとじゃないということか。映っていたのは小さい女の子。
明るくて楽しそうだった、はい、それとあーちゃんがいたわ。ん？ああ、なるほど、はいはい、わかりました。いい感じよ。学生証の持ち主は小林蘭。もし今一人どこかで泣いているのかと思うと。泣くかな。胸が痛むわ。うん。同じクラスの子なの？いいえ。でも前の学校から一緒に転校してきた友達なのよ。あ、同じクラスじゃないけど、はいはい、わかりました。はい、篠崎、ちょっとその学生証を見せてくれよ。あ、よしかもできるもしかして。うわぁ、本当だ。確かに小林蘭って名前だ。え、書いてんじゃん。え、名前を確認し、俺は何気なく学生書のページをペラペラとめくった。はい、やがて、え、生徒手帳ペラペラ。何よ、大きな声出さないで、びっくりするじゃない。これ何何何何、学生書にはあずさと撮ったプリクラや写真が病的なまでにびっしりと埋まっていた。そりゃ叫びますよ。わっ、なるほど、すごい数だね。ランちゃんと一緒にあーちゃんが見えたのはこのせいか。うん、もう病的だな。熱心でしょ。ちょっと行き過ぎちゃうこともあるけど。いや、ちょっとじゃないよ。優しい子なの。うん、私の友達。はい、友達、はい。ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい、グッドラック。